あれ皆さん講師の方はその夜学の会場はご自身で選ばれるんですか？いや自分では選べないんです。夜学の委員っていうのがいまして、その人がこう一応この店をチェックしてまとめますよね、あとは事務局の方がうまい天の廃材じゃないですけど、このお店にはこの人がいいかなみたいな、全部のお店がきれいに埋まるようにしているんで、僕らには権限ないんです。じゃあ私ここ行きたいとはとても言えない。あ、そうなんですか、はい、じゃこのお店に担当ですってこう割り振られるわけですか、はい、そうです。僕富山の時出かけたのは回転寿司のお店ですよ私。あ、でしたよね。エンジンゼロワンのホームページに、延岡のオープンカレッジのことも、記載が少し出てるじゃないですか、はい、で実行委員会が立ち上がりました。実行委員が決まりました。そして、次の延岡のオープンカレッジは今までで一番おいしい大会にしたいと思いますというようなことが書かれてますけど、我々としてもぜひそんなふうにそうですね、これも まだ僕のアイデアのだけなんですけども、とても日本全国おいしいものを食べ尽くしているメンバーもいるので、実は言うとオープンカレッジで何箇所もこうやってますよね、でいいお店をたくさん知っているにもかかわらず、それが何にも後に財産に残っていかないんで、そのメンバーの人たちオープンカレッジ行ったところで気に入ったお店を1軒、今までのオープンカレッジで行ったところで必ず1軒というような、そのメンバー用に小冊子をなんか考えたいなと思ってるんですよ。ああ、そうなんですか。延岡行ったらここ行きなさいって人それぞれがこう違うお店選ぶっても面白いじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、だからたくさんその中に延岡が選ばれるように、でそれで延岡行かなきゃってこの間そこ行きそびれたなんていう人が出てくるといいなと。そうですね、はい、まあそれぐらいのこうインパクトのある大会にね、ぜひこの延岡のオープンカレッジもしたいというふうに思っていますが、延岡で新たな取り組みとかなんかアイデアが今終わりの部分もあるんですか？はい、まだ本当に確実じゃないから発表しにくいのはたくさんあるんですけども、でも、大会委員長の権限の中で、実現させたい一番はボランティアの方たちをなんかやったっていうね、お手伝いできてよかったっていうことの実感を持っていただけるようなものをプログラムの中にちょこっと組み込みたいなと、つまりボランティアの方は会の内容を時間が経つにつれてものすごく詳しく分かってくるわけですね。そうですね。でどういうお手伝いをするっていうことが、でもその本番当日になった時に自分がお手伝いしたところの現場には行けないわけじゃないですか、はい、現場から一番遠いところで交通整理かなんかしなきゃいけない場合もある、そういう方が終わってよかったと本当に思えたかどうかっていうのは今までずっと見てて思うわけなので、なんか延岡の時にはボランティアでお手伝いしてくれた方たちも、この大会自分が参加できて本当に良かったなっていう、僕らもボランティアで出ていく、でも本当にボランティアで参加してくださってお手伝いした人も良かったっていう、なんかそういうことで接点ができるようなところを考えられないかなっていうのをちょっと考えてます。あ、なるほど、はい、2年前に延岡市の市政施行80周年というのを記念して、いろんなイベントをやったんですが、その中に東京ガールズコレクションをやったんですね、はい、でこの時にボランティアを募集したところ、800人ぐらい参加をしてくれたんです、ね、だけど実際にその時のボランティアの人たちって会場から遠く離れた場所で交差点で交通整理してたりとか、あるいはその駐車場を担当して、会場の中の様子が全然分からなかったりとかいう人もたくさんおられたんですよね。でそれは私もその時のボランティアの皆さんに対しては、大変頭の下がる思いをしたんですよ。そして申し訳ないなと思いました。だからそういう今の増代さんのようなアイデアが実現できると本当にいいなと思いますね、ボランティアの皆さんがボランティアやってよかったって思えるようなそのなんか場作りができれば、手応えがね何かあるとずっとそれがなんかまた次の形で生きていくんじゃないかなって、そうですね、思うんですね、もともと延岡ってボランティアの意識の高い街なんですよ。あ、そうですか、多分このエンジンゼロワンのオープンカレッジについてもボランティアの方々たくさん出ていただけると思うんですけど、でただもちろんボランティアですから何かを求めてっていうことはないにしろ、だけどそういったものに何らかの形でこの大会として報いるっていうんですかね、そういったスタンスは持っておきたいなと思いますね。
なんかどうしても当事者に関われば本体が見れなくなってしまうんで ね、そうですね、なんかその一部でもいいから触れていただく機会があると、あ、こういうことやったんだなって、この中でこういうお手伝いができたんだなっていうことになるんじゃないかなと思ってまして、そうですね、それはちょっと今まで僕らがやってる中でもあまり考えてきたこともなかったかなと思って、ぜひとも何かの形で実現させたいなと思ってます、はい、まあ、もちろんそういった新たな取り組みということも含めで、まあ、今回のこういう食べる延べる延べ岡っていう、まあ、大会テーマに沿った形で、まあ、講座も展開されると思いますし、またオープニングシンポジウムだとか、まあ、クロージングシンポジウムということもあるかもしれませんが、もちろんその食べるっていうことに全く関係ないテーマの講座もいっぱいあるわけですよね。そう、もちろんそうです、はい、もう政治経済スポーツ食べると直接関係ない、そっちのテーマが多いと思う。多いですよね、はい、私は4講座かなり自分でアイデアある中は食べることに共通してくるところがあると思うんですけども、はい、私が見させていただいた時の印象では、だいたい講座講義っていうのをこうイメージするもんですから、一人の講師の方がずっと、まあ、90分間なり、まあ、その一コマの間を喋り続けるというイメージが普通はあるんですが、だいたい一コマを、3名から5名ぐらいの講師の方が担当されるわけですよね。だからその掛け合いで物事が話が進んでいくと、でそこにまたこのオープンカレッジの面白さっていうのはやっぱあるわけですよね。司会者がいなくて前掛け合いが行くシンポジウムが一番素敵なんですけどね、なかなかそういう風なうまい具合に行くのどれぐらいできるかなと思ってますけども、本当に自分は自分の講座がないときは人の講座をちょこっと覗きに行きますけども、それぞれにみんな盛り上がってますか、中にアナウンサーって専門の職業の人も入ってますからね、そうですね、はい、でもそれぞれみんな講座面白さがあって、はい、そして普通例えば同じ講師の方でも講演を聞きに行くと、まあ、もっとこう普通の話しかなさらないのが、このゼロワン の、 講義だと、まあ、その掛け合いの中で、そうですね、違う人とだとまた違うお話や魅力が出てきますから、はい、意外な面が、そうですね、そこまで言っていいんだろうかみたいな話も出てきたりね、実はそうですね、それも魅力ですよね、これも面白いですよねそれも聞いた人にしかわからないというような、はいはい、今のところはこのキャッチフレーズで食べる述べる述べようか、はい、までなんですが、もう時間が、あと少々いくとですね、詳細が分かってきてチケットの売り出しまで決まってくると思うので、あ、そうですね、さあ人気のプログラムはあっという間に売れ切れちゃいますから、うん、そうですね、なんかその作戦も市長に考えておいていただかないと、はい、うまい具合にみんなに聞いていただきたいなというのがこちらの願いですから、そうですね、はい、はい、多分市役所でもチケットを、取り扱うということになるのか、うん、ネット販売だけなんていうことじゃですね、なかなかご年配の方でそういうことに慣れてない方がいらっしゃるから、はい、なんか違う措置を取ってくださるとすごくチケットが買いやすいとか、そうですね、うん、行きたいのがよく分かるとかなってくるんで、まあ、9月にはそういうことが明確になってくるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、そういう魅力満載のオープンカレッジがね、延岡で開催されるっていうのは本当に嬉しいことですし、まあ、地域全体で盛り上げていきたいというふうに思っております。またもう少し時間が経ちますと、その講師の方々の詳細も分かりますし、またその上でそのカリキュラムといいますか、講座の内容もはっきり見えてくると思いますので、またそうした内容については追ってお知らせをしていきたいというふうに思います。また大会委員長としてこれからいろいろとご苦労も多いことだと思いますし、ね、あんま苦労ないんですけど、でも足しげくまた延岡に通う機会が、はい、増えてくると思いますので、はいはい、これからもどうぞよろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。今日はありがとうございましたありがとうございます。